ご覧ください。偉大なチャンピオン、3AA 世界シングル選手権試合。今日、強敵を挑戦者に迎えました、ジャガー横田がまずリング上に登場いたしました。さて、青コーナーからこれから登場いたしますのが、ウェンディ・ビクターであります。この3AA の世界シングル選手権には初めての挑戦ということになっております。ご覧のようにカーボーイハット、今日はちょっと羽を飾っておしゃれをしております。試合に先立ちまして、クレジットレビューのために美容設置を行いレフリーに花束が贈られます。さて、試合の前、フジテレビから今両選手とそしてレフリーに対しまして花束が贈られているところであります。ウェンディ・リヒターはこのタイトルには先ほどもご紹介いたしましたが初めての挑戦であります。今日はもうどうしても勝つということで試合前から張り切っております。やや張り切りすぎという感じもいたしますが、果たしてどうでしょうか。今チャンピオンからチャンピオンベルトの返還がありました。松永審判部長に対しまして、そのチャンピオンベルトはもうもらったも同然だと、こちらによこせという感じのウェンディ・リヒターであります。まあ、お客様にアピールするというんでしょうか。松山さん、こういったところうまいんですよね、外人選手は ね、 オーラがですね、はい、お客様を乗せながら自分もだんだん燃えていくというような感じで ね、 この試合が正式 の、 あのタイトルマッチであることを今コミッショナーが宣言しております。なんかハリウッドの女優さんみたいですね。そうなんですね、なかなかあの演技派でしてね、はいはい、人気もあります。なんとなくしかしあのほっぺをですね、相当赤くね塗っているところが愛嬌があるんですけども、この弦のおしゃれというのは浅香さんね、え何かあのちょっと3枚目を回せますでしょ、ね、でも見てて楽しいからね。さあ、これから選手の紹介であります。今日はちょっとあのチャイナ風のガウンでね、また違った趣があります。チャンピオンのジャガー横田選手であります。ラリアートが得意技、そういった日本の高くした国であります。ウェンディ・リヒターの紹介です。さあ、この 3AA の世界シングル選手権なんですが、上田さん、どういった予想を立ってらっしゃいますか。ウェンディの方はね、はい、この試合にかけて来に来たわけですからね、だから横田にとってはやっぱり戦い慣れた相手ですけども、やっぱり今日はちょっと怖いでしょうね。そうでしょうね。で、もうこの試合に備えてリングファッションも変えてきましたからね、はいはい、だからアメリカでいつもああいうスタイルでやってるんですね、彼女は。なるほど。カウガール、ザ・ダラスカウガールというのが一つの重い、ね、看板になってますからね。ですからカウガール・ラリアートというのがね、彼女の18番中の18番であります。果たしてそれが出るかどうか。まあ、先ほどはですね、ジュディ・マーティンの試合にウェンディ・リヒターが、リングサイドで頑張ってたわけなんですけども、今度はジュディ・マーティンがですね、不気味な顔をリングサイドに見せております。しかも今日は大森ゆかりを破ってですね、オールパシック選手権のチャンピオンベルトを獲得しているだけに、助っ人として怖いでしょう。レスリングとしてはやっぱりマーティンさんは先輩なんですね、はいはい、だからいろんなコーナーから指示するんじゃないですか。あ、そうですか、うん。まあ、ジャガー横田としてはね、テクニックでいけば、そのスピード、それからテクニックでいけば、まずウェンディ・リヒターは問題ではないでしょうけども、しかし相手はね、いろんな作戦を今日は秘めての登場であります。さあ、動きの速いジャガー横田選手、早くもちょっとかわされまして怒っているウェンディ・リヒターであります。試合が始まりました。この試合は60分一本勝負であります。どうも捕まりません。まあ、しかしあんなことを言いながら半分楽しんでいるところもありましてね、アメリカンスタイルで、はい、ジャガー横田選手も決して油断はできません。どうしてもアメリカンスタイルのレスリングがありましてね、日本の選手は真面目ですから、そうですね、俺そうかななんて思ってると、うん、実はね裏をかかれたりいたします。だからもっとどんどん攻めていけばいいんですね、そうなんですね。ちょっとジャガー横田選手もですね、遠慮してますよね、それから相手のシーンがどの辺にあるのかね、うん、本当なのか嘘なのかね、わからないといった表情であります。
さあもうさあいった、これは大技、早くも大きなエンディ・リッターの体があっという間マットに進んで、しかも場外に落ちております。さあ早くも場外戦であります。今日はジャガー横田相当力が入っている、今放送席の横であります。いやそれにいたしましても浅香真由美さんの逃げ足は速いですねあっという間、マイクロフォンの前から逃げておりますけども、場外乱闘は十分本当に浅香さん気をつけてください。さあまず場外に落とされました、怒っているウェンディ・リヒターであります。顔を真っ赤にしてと申し上げたいんですけども、相当にあの大紅かなんか浅香さんこれ塗ってるんですよね。塗ってますね、綺麗にお化粧してます。はい、綺麗というかね、なんと言うんでしょうか、大変なあの色彩感覚ですね。おっとご覧ください、強烈なロープ越し、このブレンバスターは効いてます。ちょっとチャンピオンびっくりした表情であります。やはり豪快ですね、技が。ちょっと意表を突かれた感じですね、はい、今はね。さあ、ウェンディ・リヒター、怪力の持ち主であります。ね、あの手の長さが違いますから、ね、ですよね。まともにいったんじゃね、ジャガー横田といえども危ない。この技は効くんですよ、手が長いですからね。手は長い、足は長い、体重はあるね。体の小さいジャガー横田としては、さあ大変であります。うん、他に腕を攻められております。なんか、ああ指先ですね、指先に行っております、うん、まずあの細かいところで攻めてきましたですね、さっきジュリーもやってましたよね、はい、ジュリーマーチもんの指、さあつまだ行った、今度はヒットドロップ、体重があるだけにジャガー横田としては苦しいところであります。あーしかし行きました。まあ松山さんね、このチャンピオンの動きというのは本当に素晴らしいですね。素晴らしいですね、大変早い、体は小さいんですけども、まあ、あのテクニックとこのスピード感あふれる動きで見事に 3AA のタイトルを獲得して、もうあの去年5月からですかね、長いですよね。2月からですよね、はい、まるまる1年以上、もう1年以上ですよね。いやまあその名前の通りですね、はい、体は小さいんですけどね、すごい、しかしすごいですね。今日のウェンディ・リヒターは相当に気合が入っているような感じであります。何かあの今日は横田ね、ウィンディの作戦をね、はい、ちょっとあの見抜けてないんですね、まだ。あそうですか、だからいつもと試合が違うんですよね、それから最初の動きもですね、何かあの相手の動きを見てましたもんね。だからあのなんか向こうの仕掛けを待ってみたいな感じだったので、ね、何やってるのかなという心配がちょっとあるんですよね、はいはい、だから全部意表を突かれてますよね。そうですね、さあまたロープに振られそうであります。さあラリアットが出るか、と足を飛ばしました、足を飛ばしました、ウェンディ・リヒターであります。ちょっとジャガー横田選手の動きがここまであまり良くありません、本来の動きが出ておりません。もうウェンディ・リヒターはもう真正面から豪快な攻め技を連発しております。さあスリーパーホールド気味に首に手を巻いておりますウェンディ・リヒター。おーっと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 、これはすごい、いやーものすごい、こういう技今まで使ってないですよね。今まで使ってませんでしたね、初めて。このガッツポーズ、これもウェンディ・リヒターの18番でありまして、大阪府立体育会館のお客様を沸いております。今試合時間5分経過の場内につけられております。ここまでは独壇場と言ってもいいでしょ う, う、ね、ウェンディ・リヒター、ウェンディのはちょっと押してますよね、はい、さあまたロープに振られました、どうでしょうか、まともに食うか、これはジャガー横田の反撃であります。この辺がジャガーのうまいところ、さあ仕掛けを使いました、ロープに振った、今度はどういくかと思ってクロスショップ行きました、もう一発ドッキック、さあジャガー3連覇といったいった、場外に逃れましたウェンディ、さすがにチャンピオンのジャガー、すごいですね、この辺が浅香さんすごいでしょ、すごい早いです ね、なんか胸がスーッとしますでしょ、綺麗動きがすごい、はい、構いませんから一つ声を出してね、声援してあげてください。もう拍手しまえ、手だ、はい、素晴らしいジャガー横田の動き、浅香真由美さんもね心から感心しておりまして、今拍手であります。さあ動きが止まりました、ジャッジマーティー、ちょっと待って、はい、もうあの何度も日本に来てますんでね、日本語を使うんですよね、ちょっと待ってなんて言ってましてね、あのラーメンとか日本そばとか天ぷらとか大体何でも食べるんですか、ね、ね、好きなんですよね、はい、ご飯が好きなんですね、どんぶりもんが好き、珍しいんですよね、面白いですね、はい、さあ試合が始まりました。今日は高層タブライトに照らされておりまして、
チャンピオンの背中、うっすらと汗がにじんでおります。しかも今喉元を攻められました。これは完全に超高速攻撃であります。何か持ってるんじゃないですか、ね、何か持ってますかね、あるいは強攻撃を仕掛けているかもしれません。場外でジュリー・マーチンと話し合ってましたよね、あの時何かもらったかもわからないですね、今日は他に松久保優選手も含めでね、控えておりまして、松本の姿もなんか持ってますね、ああ、なんか持ってちょっと後ろに隠しましたね、はい、ジャガー横田強気攻撃を受けております。あ、今あれで取りますね、はい、あれで取るようですね、はい、だからやっぱり連携作戦やってるんですよね、連携プレーですね、はい、おーっと髪の毛を掴んだまま離しません。うんぱー、なるほどね、髪の毛を掴んでますからね、結局横田の作戦を知ってるわけですよね、はい、ロープに飛ばそうというんですけどもね、髪の毛を掴んでその作戦に乗ってまいりません。ま、ね、さあ今度はあロープに、おーっと危ない、あのまま落としたら大変であります。今日はラッファイト、一本以上のラッファイトであります。天気でした。この試合は60分一本勝負、ジャガー横田チャンピオンの顔面すでに真っ赤、さあコーナーに振ったどうでしょうか、と抱え上げましたね、そしてバックブリーカーに行った、あ貫禄十分のウェンディー・リッカ、今日の挑戦者迫力があります。ジャガーの動きを力で振ってますもんね、やっぱりあれですね、ジャガーの作戦も全部読み込んでやっていきますよね、はいはいはい、そしてどうでしょう、ネックブリーカーどうしたかと思ったんですが、そのまま釣り上げてしまいました。これは痛いですね、完全な複数であります。いやー、ジャガー苦しい、失神寸前というような感じ。 3AA チャンピオンのジャガー横田、いつもの動きよりもちょっと今日は精彩を欠いている、そんな感じがいたします。さあ買い上げました、バックブリーカーに持っていきました。しかも喉を攻めてますね、軽量、ね、の悲しみですよね、これは、神がいただいてますね、やってますやってます、完全にブラインド、レフリーのブラインドをつきましてね、反則攻撃、まあ当然こういった攻撃は予想されました。さあジャガーどうでしょうか、逃げるのがやっとですね、逃げるのがやっと、場外に逃れました、チャンピオン場外に逃れました。ちょっとここで休んでいった方がいいですよね。あ、そうですか、カウントいっぱいまで休んでるんですよ、いや松山さんにねジャガーの素晴らしい動きを見てもらおうと思ったんですけども、今日はいつものどうでしょう、4分の1、5分の1という感じです ね、ジャガーに頑張ってもらいたいところであります。もっとゆっくりね、あこんなに早く上がるといいんですよ、はいはい、もう少し落ち着いた、あーっとガッツポーズを見せておりました。これは背中をねちょっとチャンピオンに見せておりまして、あーっと攻撃、ジャガーチャンスを使いました。さあもう一発いった、今度は胸元に入りました、完全なカウンターであります。後ろに落としました、さあスープレックスどうでしょうか、カウント入りましたが2であります。さあ今のは相当苦しかったんでしょう、英語で答えております。あーったったった、コブラツイスト、コブラツイストの体勢ですが、うん、そうですね、ストレッチに行ってますね、ああやはり喉に手がかかってましてね、これは完全な超攻撃なんですけども、徹底的に反則をやってます。痛いですよね、思わず浅田さんも痛いっていうね声を出してますけども、力あるんでしょうね、大変ですよ、もう、はい、と今度はロープに引っ掛けました。さあ髪の毛を掴んでまた抱え上げました、今度はどうするんでしょうか、バックブリカーに持っていくか、ロープを使ってますね、ロープに首をかけようというね、はい、ラッファイト、そして今度は手をねロープにかけて、しかもその上から踏んでおります、カーボーイシューズ、なっとレフリーがやられました。しかしあまりレフリーに手を出すとこれは、ね、大変なことになります、スパを祝いいたしません、と今度は買い上げました、これはエアハックですね、彼女の得意技ですよね、はい、振ります、力がなくちゃできませんもんね、日本の勘抜きみたいな感じ、はいはい、これ振るんですよね、はい、さあどうでしょうか、このまま歩いてますよね、あーっとキックに行きました、あっとはいいところですね、はい、
さあ、フルキックで何とか反撃してみようというところであります。今13分経過が場内に付けられております。さあ、ジャガー横田、チャンピオンが場外団長であります。場外戦に持ち込みました。チャンピオンどうでしょうか。さあ、長々と椅子の上に伸びております。ウェンディ・リヒターです。今、同僚相棒のジュディ・マーティンが助けに入りました。そしてご覧のようにチャンピオンはリング上に登場しております。まあ、しかしああいったの入った表情もですね、全部信じちゃうと大変なことになります。そうなんですね、はい、うまくブラインドしますからね。あまり信用しない方がチャンピオンの場合もあるので、あんなことでもあるようなあの態度じゃありませんもんね。はい、カウント15で入ってまいります。この試合は60分一本勝負。挑戦者ウェンディ・リヒター、チャンピオンがジャガー横田。引っ張り込まれますよ。あーっと、手を出した。あー、これはチャンピオンらしくありませんね。今の作戦はもう分かりきった感じであります。さあ、ジャガー行った。今度はどうでしょうか。しかしね、十分ではありません。重いんですよね。何かちょっと外れてます。そして今度はコブラツイストに行きました。さあ、コブラツイスト、これはがっちり入っているようであります。ポジションもいい。どうか、マーチに入ってくれないんですかね。あーっと、振りを打たれましたね。あー、今度は足を持った。うまい、足を持ちました。さあ、足4の字であります。チャンピオンの足4の字がっちりとかかりました。ほとんどリング中央です。ポジションもいいようです。さあ、のた打ち回って苦しんでいます。挑戦者ウェンディ・リヒター。あーっと、爪を立ててますけどもね、爪を立てております。回転ってね、はい、そうね、なので体が大きいですからね、はい、で無理なんですよね。あー、なるほど。それとまあやっぱりびっしり入っていることもあるんですよね。はいはい。さあ、しかしこれはかけている方の対戦です。まあ簡単にギブアップはしないでしょうけども、一番弱いと言われております。足を攻められてちょっと苦しそうなウェンディ・リヒターであります。これ回転して持っていく、ね、そうですね、はい、回転してますね。足の力はありますからね。さあ、かけているちょっとチャンピオンも苦しそうな表情になりました。の足の長さが違うだけ損ですよね。はいはい、なると、まあ、あの形としてはがっちりという感じでもないんですけどもね。あ、どうでしょう。あのローリングしますと、例えばあの下向きになった時なんかとってもかけている方も痛いそうですね。あ、普通外人はこういうのに大体ギブアップするんですよね。なかなかしないですね、はい、今日は。はあ、はあ、やっぱりタイトルマッチってことでしょうね。そうですよね。執念があります。ウェンディ・リヒター。さあ、また場外に落とすか、場外に落とすか。あまり場外で負担をしない方がいいような感じなんですけども、相当しかしウェンディ・リヒター参ってます。勝てません。ご覧のように勝てません。足を抜きが効いている。ジュディは全然手を出さないですね、はい、出してませんね、うん、あーっと、これはすごいですね。床の上にドーンとばかり。いや、このボディスラムは効きましたね。あ、もう赤坂さん、私だったらあの一発で失神ですけどもね。すごい音がしました。はい、何かあのここまで響いてきたでしょ。顔面汗びっしょり、背中にもね、うっすらと汗を浮かべております。チャンピオンのジャガー横田、今日は苦しい防衛戦になってまいりました。カウントが続いております。さあ、あ、今ジャガー入ってまいりました。しかし前として構成は挑戦者、今ラリアートが出ました、ね、カウガールラリアートであります。さあ、今度はパンチ攻撃、そしてまた立てつけております。バーッと上から行った。しかしジャガーがすごいと抜けた。パンチ攻撃、次々に技を繰り出します。そして今度はブレンバスター、大きな技、ブレンバスター効いてます。上から行った。さあ、チャンピオンが危ない、逃れました。すごいと抜けております。チャンピオン、この辺はジャガーの真骨頂。さあ、どうなるか。大きな挑戦者を抱え上げました。お、くるくる回してます。これは素晴らしい、これは素晴らしい。ジャガー横田、あー、横田の力があるもんであります。あの、ダメ、あれはあのダメに打ったでしょうね。そうでしょうね。体が大きいだけにね。堂々相手のあの力での攻撃を受けて、うん、受けて立つという感じでね、力には力。今日はジャガー横田力が入っている。さあ、今度はどうするんでしょうか。うんと、うんか。さあ、ジャガー見送った感じで、大きい大きい
りました。しかし後頭部を打ちました。ジャガー大変です。さあ技をかけ損ないましたですね。技をかけ損なったジャガー横田、完全に後頭部を打ちました。あれは危ないんですよ松山さん。脳震盪を起こすんですね。一つかけ損ないますとね、ちょっと脳震盪を落としてましてね、これは大変です。さあ挑戦者は大きなチャンスを迎えました。さあジャガー逃げることができるか。ジャガーラーッと巻き込まれた。今度はお尻をしたたかに打ちました挑戦者であります。さあジャガーが後頭部を打ってるんですけども、トップロープに上がった。そしてどうか、これはピシャーッと決まった。鮮やかに決まりましたドロップキック。さあ今度は挑戦者がもうクラクラしてます。本部席の方に入りました。強烈なキック攻撃であります。さあどうなるか。下では若い選手がやってますね。若い選手、ライオネス秋田選手と、そして長与千種選手が行っている。さあどうなるか。あーっとジャガー大丈夫でしょうか。場外にダイビング。しかしねこれ危ないんですけども、大丈夫だったようですね。なるほど、ダイオネス飛鳥選手、もう一回ですか、はい、今入ってまいりました、はい、これはチャンスであります。さあ今抱え上げて、このまま落とすか、このまま落とすか、ファイルドライバー、ファイルドライバー、やったー、ファイルドライバー、ホールの体勢に入った、完全に失神状態、大技を抱えます。さすが世界チャンピオン、ジャガー横田、本気なし、完璧の勝利であります。いやー今のファイルドライバーは本当に鮮やか。もう今のウェンディ・リヒターね、ファイルドライバーを食いましてほとんど失神状態です。すごいですね、大きい体が、はい、もう真っ逆さまで、あれじゃ倒れません、ご覧ください浅香さん、あのファイルドライバーという技を食いますとね、あの首を打ちますでしょ、ね、ですからね、ほとんどあの失神状態になっちゃうんですね。私思わず声が出てしまう、はい、本当に一つ間違えれば首の骨を、ね、本当にあの落ちちゃいますからね、一番怖い技とされております。ハイルドライバーが出ました。まだ気が付いてないのか、どうですかね。今審判部長の松永俊邦ね、盛んにあのマッサージをしてますけども、どうか。まだほとんど意識朦朧といった感じであります。あれほど陽気にね、はしゃいでたんですけども、ああ、負けた後はね、本当に惨めなもんですね。はい、今、選手たちに抱えられますね、これはね、控え室に引き上げてまいります。ウェンディ・リヒターであります。長い間、CWAのチャンピオンベルトを虎視眈々と狙っておりましたが、今回も成功いたしませんでした。見事にジャガー横田、チャンピオンベルトを守りました。環境になりますので、ここにこれを認定いたします。今日は特別に10月2日、全日本レスリング協会コミッショナー上田氏、上田慎二コミッショナーより今認定証が贈られています。そして環境